ニュミリンが11時をお知らせします。真っ赤なハートにストライク。これは去年の。そしてじゃーん、これが今年のです。じゃん。あ、そう、眉毛ない。そう、お風呂上がりなんです。もうお風呂入った。もうお風呂入った。そうなんです。赤に赤というコーデというか、まあ上から着ただけなんでコーデでもなんでもないですけどね。上と下だったらコーデっていうけど、これは別にコーデとは言わないです。だって皆さんあれでしょ、下に AAT シャツ着て上に NGT さんだとなの NMB さんだのの T シャツを重ね着した時になんちゃらのコーデとは言わないです。別に重ね着して隠しただけでしょ、それと一緒。タワーがヒエー、お気を使わず。ユミコズコリアンファンドン、ファンドン白トラダンさん、ありがとうございます。わっしょいわっしょい、おじぎ、ありがとうございます。ファンドンさん、ありがとうございます。白虎団ひえ、白虎団さん、ありがとうございます。あ、ちょっとできなかった、ちょっとちょっとできなかった。もうこれからは無言で目につく嫌なコメントはポチッと。難しいんだよな。えい。ちょっと難しいな。スルーでいいやつ。そう、なんかね、そう、あんまり同じ言葉をねたくさんねコメントしてくださると、漏れなく他の方のコメントがすぐ流れちゃうから、ちょっとあんまりやめてください。いつか無言でコメントできなくなってますよ。注意してください。
白子団って意味はユミリンのファンたちって思う。白虎団でユミリンのファンたちっていう意味なの。チューしてください、チュー。どれぐらい、あ、確かに通報されるとどれぐらいコメントできなくなるんだろう。確かに、だって一生じゃないよね、とりあえず一日とか。そうなんだろう、ちょっと誰か試しにやってみます、どなたか。どなたかやってみます。あ、通報された経験があります。どうでした？私ね、あんまりね通報したことないんだよな。私も何度も通報されて、それあんまり自慢することじゃないと思う。逆に通報されるってことはそれなりのコメントをしてたってことでしょ。それはあんまりどやることではないですよ。24時間か。へえ。で、逆に24時間しかさあコメントできなくならないの。そっか、じゃああれじゃん、次の日の配信にはもう、もうその人コメントできるじゃん、私のね。へえ、タワーが、へえ。あ、ミラージュさん、ありがとうございます。ミラージュさん、タワー、3本もありがとうございます、ありがとうございます。わっしゃいわっしゃい、おじぎ。ミラージュさん、もう読めますよ。ミラージュさん、こんばんはよ、ありがとうございます。こんばんはよ。すごいですね。あ、オタク同士の妬みで通報されることもありますよ。でもあれじゃない？なんか私が通報すると一回漏れなく一発でコメントできなくなるけど、皆さんが通報してコメントできなくなるにはなんか一定の力が必要なんですよね。怖っ。そう、皆さん漏れなく明日までなので、アイカブ、アイカブ、あ、ジュテーム、ありがとうございます。イエーイ、はい、めっちゃやってるよ、ありがとうございます。アイカブ私もめっちゃやってます。あ、見ながらやっとるって嬉しい、嬉しい。そう、最後の追い込み明日の23時30分から最終結果のやつがあるみたいです。そう、ちょっと中間発表でどんどん落ちてしまってるので、ぜひよろしくお願いします。そうなんです、明日までなんです。ミャオさんの、そう、ミャオさんのやつ、はい、首は残したくないよね。ねえ、アイカブはそう、この選抜がある前からずっとやってるゲームなので、そう、このねアイカブ選抜があっていっぱいやってる人には負けたくないです。ずっとやってるので、だって楽しいし、普通にアイカブ結構毎日やってた、ずっと。そう、うん、またタワー、チェ・ヨンフンさん、ありがとうございます。もう本当にお気に入らさらず
ありがとうございます。わっしゃいわっしゃい、おじぎ、ありがとうございます。あ、そう、100均のコップ。かわいいよね。かわいい、ありがとうございます。三ツ矢ですか。ね、なんかね、秋ぶどうのね、炭酸のちょっと甘くないやつ。シュワーってなる。でも炭酸って割とお腹が膨れていいって聞きます。あ、お酒ではないです。お酒ではないです。そんなういーみたいなことはしません。弓服をし、滝服でお願いします。滝服です。日本のファンと仲良く過ごしたいです。もうね、世界で仲良くしましょう。もうワールド多機能なんで。ワールド多機能なんで、はい、国境なき多機能。ただ、英検は4級ですし、まあ、中国語韓国語はちょっと読めません。全然ワールドじゃなかった。はい、そうなんです。フィーリングが大事。そう、フィーリングが大事。そう、私小学校の時にアメリカの友達がいたんだけど、まあ私日本語しか喋れない、向こうは英語しか喋れなかったんだけど、まあなんとかなった。お互いジェスチャーとお互いの知ってる単語でなんとかなった。ただなんか手巻き寿司を食べたんだけど、あんまりちょっとお口に合わなかったみたい。なんかそう、アメリカの方はあんまり生魚を食べる習慣がないのかな。そう、あんまりお口に合わなさそうだった。元気かな。小学校の時の友達もうアメリカに帰っちゃった。ノリも割と苦手。まあでもそんなみんながみんなっていうわけでもないしね。もちろんだってアメリカの方だって人見知りの人はいるわけだしね。日本の人だって人見知りの人もいればイエーイみたいな人もいるわけだし、それはあんまり国は関係ないですよね。ただそういう人が多いっていうなんか日本人の決めつけですよね。あ、海苔が嫌いな人が多いんだ、そもそも。へえ、私海苔好きだよ。海苔、人それぞれ。そう、人それぞれ。
なちゃんと一緒にいる時の滝野さんもウェイしてる、いやもうカシャ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 って感じ、カシャカシャ、あ動画でーすみたいな感じウェイとかじゃなくて、うん、カシャ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 、あなた一緒に写真撮ろうとか言ってるの、カシャ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 感じ。そう今日のねミュージックトライブが、今日じゃない明日のミュージックトライブがね多様な影響で中止になってしまって、もう私ミュージックトライブすごい楽しみにしてたんです、多分皆さんが思ってる以上に楽しみにしてた、タワーがひえー、もう気になさらず、ミュイプザさんありがとうございます、滝野由美子です、わっしょいわっしょいじぎー、ありがとうございます、ありがとうございます、そうなの、すごいショックで、去年のねミュージックトライブでもらった T シャツとかタオルをみんなが愛用しているぐらいめっちゃ楽しかったの、しかもねそう AKB さんが岡山に来てくださるっていうことで、もう本当にねめったにないことなので瀬戸内が盛り上がるすごいチャンスだったのに、すごい残念だったの、だからねちょっともう過去の写真を遡って去年の8月のミュージックドライブのをずっと見てたの、こうやってそしたらナナさんがねウインクしてね、練習したんだよってウインクみたいな画像映像があって、動画が、あ私ツイッターやってるから動画載せれるじゃんと思ったんだけど、なんか後ろに結構いろんな人映り込んじゃってて、マネージャーさんとかあの支配人の方とか、あの結構いろんな人映っちゃってて、あのダンスの先生とかそういう人は基本消さないといけないから、でも動画ってすっごい難しくって、なんか奈々さんが動くじゃん、もう奈々さん動かないでって感じ、もうなんか奈々さんがこう動いたらここにダンスの先生が現れるみたいな感じなので、ここをちょっとしたら次奈々さんがすぐ戻ってくるから、その時に奈々さんの顔がモザイクになっちゃうみたいな、なっちゃうから、そうもうなんか1時間ぐらいやったの、でも皆さんに見せたくって、奈々さんが超絶可愛いから、だからうん、そうなんですよ、だからもうねもう1時間ぐらいやって諦めました、そう一応編集してた、しかもちゃんとアプリ 2,3 個取って、このアプリがやりやすいのかなとか、このアプリがやりやすいのかなっていう風にやるんですけど、もう本当にもうダメだった、あゆみに AKB 選抜入りおめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます、本当にノーノーワーマン、あーちょっと今歌いそうになった、へへへへ歌わないよ、歌ってないよ、あ今歌いそうになったって言っただけ頭の中で歌って、じゃあ今から頭の中で歌うね、
まだ歌ってる。多分私とね、電波が周波数が一緒の人は多分聞こえてるはず。あ、今終わった。今曲自体が終わった。サビがいいねって振りもつけて、いや振りはつけたらさすがにまずいです。意外と短いので、まあどこから歌ったかはないし、もしかしたら A メロから最初から歌ったかもしれないし、 A メロから歌ったかもしれないし、 B メロから歌ったかもしれないし、サビから歌ったかもしれない、もしかしたら A メロ B メロがない曲かもしれないし、 D メロがない曲かも、まあ D メロがない曲って結構ありますよね。 D メロがない曲かもしれないし、サビがない曲かもしれないね。色で例えると言わないです、言わない、言わない。あ、演歌かもしれない、演歌かもしれないし、そう、演歌っぽかった。ちょっとバレた、バレた、バレた。うん、衣装の色、内緒。ラップ聞こえた？さあいつなんだろうな、いつ発表なんだろう、いつ解禁なんだろう、ミュージックビデオがね、いつだろうな。ちょっと予想してみよう。次握手会があれだよね、7とかだよね、6だっけ。もう歌えそうになっちゃう、ダメだ。7だ、7。ふっちゃんの誕生日、あと山田のえさん、のえぴーさんのお誕生日なのか。ちゃんと、ああ、このや、これなら大丈夫。私10月まで全然書いてないから、私の10月の、待ってよ、見せれるよな、見せれる、え、全然見せれる。もう別にそんな仕事の予定まだ一切書いてない。10月のじゃん、4日、あ、ちょっとこれ4日、あ、全然あれだな、マイハバースデーで5日24時30分からスチューデンツ、12日スチューデンツ、19日スチューデンツ、あとね10日と20日が天秤座ラッキーデーで、7日が山田のえさん、ふーちゃんバースデー。そうですね、9月はね結構びっしり書いて、はい、もう終わり。今の拡大して見られたら結構まずいかも。皆さんダメですよ、見ちゃダメですよ。しちょっとお仕事の手全部書いてる。まだ全然、そう、10月は全然書いてない、まだお誕生日もまだ全然書いてない。11月、あ、11月7日になんかわかんないけど私ハートしてるんだよな、ほら。もうなんか誰ちゃらお誕生日おめでとうとかじゃなくて、もう暗黙の、暗黙のハートみたいな感じ、もう暗黙の了解。ハート書かなくても逆にわかるでしょ、ここの日みたいな感じ。デートや、もしかしたらデートかもしれないですよ、そんな平日に。そうそ
そんなの逆にメモしなくて、そう別にこんなのもう逆にメモしなくてももう別にもうそんなね、じゃーん、なんと新しい手帳を買いました、イエーイ。わっしょ、実はね10月からなんですこれ。だから実はね、なんでこっちに10月の予定が全然書いてなかったっていうと、いうかというと、もうこっちに書いてるからです。うんうん、3日チャリティーコンサートツアー in 東京に、なるほど、うんうん、あ1日はこの予定なのね、うんうん、2日はうんうんこれね、うん、あ6日がおいそロングビーチで、うんうんうん、8日のやつはもう出てるよね、鉄道の日イベント、ココアと一緒にやります。そうとか、あと7日が握手会とか、とうんうん、9日はこれね、うん、あここ10日はこれか、うんうん、頑張らないとな、うん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 、みたいな。そう、あとね、ちゃんとじゃん、もう移動済み、私のお気に入りの生写真移動済み、こっちにずっと入れてたやつ、あげないよ。これも写したか、こっちに。これとこれ、星のデザインってそうだね、セーラームーンです。実は前の手帳もセーラームーン。ごめんね素直じゃなくて、そう落としてね、取られたらショック本当に。えてか落としたら多分いろいろとまずいと思う。私予定、私ね結構ね予定はね携帯とかじゃなくってアナログで結構ね管理する人なんです。だからねお仕事の予定全部手帳に書いてて、この日はこれとか、あとはね実はこっちの手帳にねパスワード系ほとんど書いちゃってるんだよね。私のさモバイルメールのやつとか、あとショールームのとか結構書いてる。そういうあとあれだ、ツイッターのパスワードとかも書いてる。どっかに、どこだっけな、どっか書いてた気がする。そうだから漏れなくこれを拾った人は私の SNS 記を全部乗っ取れる。まあだからちゃんと名前書いてるので、拾った方は交番に届けてくださいよろしくお願いします。ほらちゃんと山頂、わざわざちゃんとわざわざ誕生日も書いてるんで、1997年9月24日、はい、そうなんです。ショールームは見たいかも。あショールームは見れますよ全然。ただどうも滝野由美子でーすって乗っ取れるわけ、私のパスワードを使って。そうでも漏れなく多分怒られるのは皆さんですよえっ滝野由美子ちゃんの手帳を拾いましたイエーイってできます。はい、すぐバレる、本当にすぐバレます。もうどうぞ配信してください。どうぞ、私が配信できない日は配信してください伝説の配信になりそう。なんかフォロワー増えそうですよね。はい、ニュース、ネットニュースとかなりそう。 ST48 滝野由美子ショールームも乗っ取られるみたいな感じ。滝野由美子のコメント、手帳を落としちゃったのでショールーム乗っ取られました、うっかり滝野ーみたいな感じ。まあ
あでも別にこっちの手帳はもう過ぎ去った予定しか書いてないから、ああユミリン、ユミリンこんなにお仕事頑張ってるんだねみたいな、あこんなに、しかも私ね新幹線乗った日は新幹線スタンプをしてるから、あユミリンこんなに新幹線に乗ってるんだ、この日は福岡から新潟までみたいな、すごいなみたいな感じでだと思う。あとは私のねツイッターを始めてからのフォロワーの増え方が全部書いてある。例えば9月1日ツイッターのフォロワー数35,675人、9月4日36,076人、ショールームのフォロワー数9月4日27,529人みたいな感じ。そう、解禁前情報もあるんだよね。こっちのにはない、別にない解禁前だって、新幹線特番ももう発表されてるし、54枚目に私が選抜入ったっていうのももう皆さん知ってるし、別にこっちの手帳はいいです、別にどうぞ、はい。そう手帳分けてる、いや10月からこれもう新しい手帳なんです、分けてるっていうよりもう新しい手帳を買ったの。パスワード載ってるやんって、でも別にどうぞ私の代わりにショールームしてください、あとは私の代わりにメールを送ってください、多分どっかで引っかかって送られないと思います、多分どっかで引っかかる、多分どっかでストップされるだろうけど、どうぞ全然全然どうぞ、真似できる、いや逆に真似してください、じゃあ私の代わりにメールを送ってみてください、なんか面白いよね。あツイッターの鳥はちょっとまずいかも、ツイッターはねツイッターぐらいだな、ちょっと乗っ取られても余裕ぶっこいてないの、ちょっとツイッターってもう何でもできるじゃないし、あのなんか拡散力すごいじゃないですか、だからもうなんか放送禁止用語とかをつぶやかれたら、なんだろう私がつぶやいたみたいになったらねもうなんかドッカーンってなっちゃうから、はい、そうなんですよ、ね、悪口言い放題、あーなるほどね、伊佐美奈美ちゃんと仲いいって言ってるけど実はあれ嘘ですみたいな石田美奈美ちゃんから脅されてて、お前仲いいって言わないとどうなるか分かってるよなって言われてるみたいな、実は石田美奈美ちゃんが一番怖いんですみたいな、実は福田あかりちゃんと同じ身長って言ってるけどあの子シークレットシューズ履いてますみたいなあの子実は160ないんですみたいな感じ、シークレットおでこそれはシークレットでもないかも、あかりんは福田さんの方が高くない、そうあかりの方が高いです、そう
裏番長みなみってもうみーちゃんはね、私が何も別にそんなこと、まあ嘘ですけどって言わなくても多分皆さんもう分かってるだろうけど、そんな子ではないです。iPhone も高そうって、ああ番長は私より高いですよ。うん、私は、あ、私が一番高いわけじゃない、全然。あ、やるなら ST の人気が上がることする、嬉しい、ぜひ乗っ取ってください。 Twitter じゃあ後で手帳渡すんで。いや、の世の中にはね、そんなさあ、もう STUを知らなかったとしてもさ、もうツイッターをめちゃくちゃにしてやろうっていう人も、もう乗っ取ったからもう何でも好きなことしてやろうっていう人も世の中にはたくさんいるじゃないですか。もうね、もういいことをつぶやこうっていう人にもう進んで、もう私はパスワードを教えたいですよ。はい、どうぞ。アイドルって乗っ取られがち、あ、でもね、私まだ乗っ取られたこと、そっか、でも言うて始まって2ヶ月とかだから、まあ、皆さんご存知の通り、私は乗っ取られたことはないですよ。俺乗っ取られたことない、私も乗っ取られたことない。だって私もパスワードよくわかんないもん。いや、パスワードってね、あれ本当にさ、どうやって、あれどうやって生み出してるの、一日中さ、これじゃないこれじゃないこれじゃないってしてるのかなね。怖いよね。LINE のと言わ、あ、ない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 です。うーん、あ、地蔵もあるの、へえ、そうなんだ。ユミリのパスワード簡単そう、まあ簡単ではないかな、だから頑張ってください頑張ってください。でも乗っ取った人いたら私となんかすごいよね、考え方が一緒ってことかな。うーん、だからそもそも私が設定してないから、これあの運営の人が全部設定してる、パスワードとかなんかいろいろ、そうだから私は関わってないから、別にどうぞ、私のだから頭の中っていうより、あの運営の人の頭の中を一回見た方がいいかも。そう、うん、だから私も分かんないからここに書いてるの、自分で覚えれないから、そう分かんないから。うーん、無理言っちゃいそう、そうだから言うほど覚えてないから書いてるの、もう言えるほど覚えてたらもう書かない。うーん、ね、いえー、こんばんはって、こんばんは、はい、だから手帳を落とさないように、そう、手帳といえばカレンダー、カレンダーといえばAKB48 グループカレンダーが、発売決定しました、イエーイ。なんと ST48 から私滝野由美子が、参加させていただいております、イエーイ。はい、いろんな格好で写真を撮りました当たり前か、はい、そうなんです。まあ詳しくは Twitter かメールかで飛んでください、ビューンと。そうなんです。うーん、ぜひね、たくさん拡散してください皆さん、たくさんコメント待ってます、皆さん買うよっていうコメントを
待ってます。あー、この配信終わったらツイッターのコメントたくさん増えてるんだろうな、嬉しいな。みんな買うねとか可愛いねとか言ってくれてるのかな、楽しみだな。早く配信切ってツイッターの返信見たいな。あー、 BLT のやつもみんな買ったよとか言ってくれてるのかな。早く終わってツイッターのコメント欄見たいな。こんばんユミリン、こんばんユミリン。そうだからここでね、あの韓国語でコリアン、コリア、コリア語で、ライト、ライト、ライト、This showroom light、I'm don't look、コリア、ハングル、ハングル、ハングル、But、But、Twitter、リプライ。リプライ、ツイッターなら翻訳できる。アメリカの友達助けて、アメリカの友達助けて。はい、あふれ出る4球感。はい。コメントした後はぜひお気に入りとリツイートをカモン。通じたかな、通じたかな。まあ、とりあえず、はい、あのツイッターだと翻訳機能があるので、あのどれだけ韓国語英語で書いてくださったとしても、あの翻訳してみるっていうボタンがあるので、そこを押したらなんとなしに日本語に略してくれるので、皆さんの言ってることが全部伝わります、滝野に。ただコメントだと私本当にあのバカなので日本語しか読めないので、そう、韓国語とか英語でコメントしてくださっても、あーっていう感じでちょっといつも流れてしまってるのでね、ぜひツイッターで、ツイッターでショールーム見てるよとか何でもいいので、何でも翻訳してくれるので、ツイッターはもう本当に、はい、変な役になる、変な役になっても基本な、何が言いたいかは伝わるくないですか。うん、そう、得意な教科は音楽です。音楽と体育、正しく翻訳されてる、まあなんかノリそんな感じの、あと15分で 20% っての持つと思います。うん、あ、ベトナム、ベトナムって、あ、ツイッターコメントしてきましたって、ありがとうございます。ベトナムって英語ですか、ベトナム語。微妙か、ちょっとじゃあ、夜よ僕を詩人にするな、綺麗事では終わりたくない。本当に切れちゃった、本当に
当に切れちゃった。ソーリー。本当に切れちゃった。切れてないっすよ。あ、で、そうだ、なった。私ね、24とか5で結婚するらしい。今21歳です。そうなんです。 AKB さん、 AKB 新聞さんのやつで、いい家庭的な人になるらしいですよ。はい、俺とかもしれないですよ、もしかしたら。そっか、ゆみりん結婚しちゃうのかとか思あの時は思っていたみたいな。そう、あの時俺はそう思っていたのにみたいなね。そうね。なあちゃんと岡田さんと、なあさん、岡田さんと、いいですね。こういう時に奈々さんの名前が出てくるって、やっぱり本当に奈々さんってもう偉大な方ですね。世界のワールド奈々さんですね。ワールド岡田ですね。うん、ユミリー、マイラブ、イエーイ、ラブラブ、見て見て。岡田由美子になる、岡田由美子になるのか滝野奈々になるのか、それは分かんなくないですかね。あ、岡田由美子かな。うん、なあちゃん料理できないよ。なあ、メールを見て見て。うん、ね、多分今の奈々さんの方が今の私より料理できると思う。と、私一人で料理できないもんね。滝の奈々がいいです。まあそれはね、滝の奈々か岡田由美子かは、そこはもう分かんないです、分かんないです。あ、岡野になるって、なるほどね。もう混ざっちゃうっていう、もう新たなね、新たなやつか、なるほどね。ユミリンのための花嫁修行だったのか、バレた、バレたか、バレたか、バレちゃった、バレたか。それはもう多分奈々さんのファンの7割方が多分俺のためって思ってるのと多分一緒だと思う。私も私のためって思ってる人だから、そう、もうポジティブにいきましょう。人生ポジティブ。皆さんのこと知ればいい、知れほどいい人だと思ったってね。ライバルはユーリーさん。いやー、もうライバルになっていいんですか、私なんかが。逆にもうそんなライバルなんて言ったら、ユーナーファンの方にもう怒られますよ、私殴られちゃいますよ、もう。ね、ゆうりちゃんもライバル、いやーもう怒られちゃいますよ、そんな、それぞれのファンの皆様に。ねえ、そう、稽古後の配信って、そう、今日のね19時過ぎの配信、私一個も見れなくって、そうなんですよ、もう網音がするって。そう、なんとちょっと
ちょっとだけ窓が開いてます。イエーイ、ちょっとだけ窓が開いてる雨入らない程度に。なあちゃんは全員幸せにしそう。そうだってなあさんのファンの人みんな幸せでしょ。そういうことなんですよね。寒くない、なんか昨日ぐらいからめっちゃ寒くないですか。昨日一昨日ぐらいから朝寒くないですか。私もう朝寒くて起きれないんだけど、もう本当にお布団から出たくないね。寒いよね。あ、ゆみりのファンで幸せです。わあ嬉しい、それは嬉しい。トイレに20分困ったって、いやーもうね急に寒くなったからね、もう服も何着ていいか分かんないしね。またもう皆さん気をつけましょうね。台風も来てるし、なんか気温も変わったし、でもうね体調はだけはもうね気をつけましょうね。まあ半袖ですけど、イエーイ。勝利へどどど広島、イエーイ。まあでも言うてだから私2枚重ねなんです、これほら、だからあったかい。去年のビールかけ T シャツと今年のビールかけ T シャツ、そう限定品、そう限定品です。あと30秒したら壇上読む。そう、缶ジュースなんですこれ。なんかペットボトルだとなんか飲みきれるかなと思って、そうなん、炭酸です、炭酸。チューハイ感、あ、一人でお家でお酒ですか。まあでも逆に一人じゃないかもね、皆さんといるし。はい、炭酸好きです、すごい。そう、この炭酸すごい味があんまりなくて美味しい。そう、残念ながら皆さんの期待するアルコールは入ってないです。はい、じゃあ壇上読みます。第13位が3、ありがとうございます。第12位が熊根パパさん、ありがとうございます。第11位がアーリーさん、山口県在住、ありがとうございます。第10位がスランプくんさん、ビューティー赤いワンピースで可愛いユミリン、ありがとうございます。で、赤ってあんまり着ないからね、まあ今着てますけど珍しいですよね。8位がハルミンさん、滝ネムコカミヨシ、ありがとうございます。第7位がリリーグのリュウキさん、ミーヨンユミリン推し、ありがとうございます。第6位ウルフさん、ユミリン、ありがとうございます、こんばんはよ。第5位が大地さん、ユミリン大好きだ、カオタル行くけどたましです。あ、まだたましなんだ一応、ありがとうございます。一応第4位がビャ、シドトラダンさん、なんだっけ、ビャコダンさんだっけ、ユミコズコリアンファンドンさん、ありがとうございます、こんばんはよ。第3位がミュイプダさん、ありがとうございます、こんばんはよ。第2位がチェヨンフンさん、ありがとうございます、たまもありがとうございました、こんばんはよ。そして第1位がミラージュさん、ありがとうございます、こんばんはよ。
遅れたのだ、大丈夫、あと3分ありますからね。ね、コマ親以外喋れたらいいんだけどね、私そうきついの日本人だから、もうちょっと勉強します。よっしゃー、戦争だー、イエーイ、全然倒しじゃないって。もう皆さんに言ってあげてください、全然倒しじゃないって。もういろんな人に、いろんな人に言ってください。カマサハムニダーの方が丁寧なんで、カマサハムニダー団長変わったって。ほんとだ、ここかな。アルタさん読み直しありがとうございます。13位の10位のえ、アイカブ選抜入ったチアガール配信、あ、握手会でも全然やった。あ、ねえ、でもチアガールの服持ってないから、まあ写真はたくさん送りつけますよ、もし16位に入ったら。もうたくさん送りつけます、もう16位以内に入って、16枚以上もうバババババってめっちゃ送りつけます。ただね、あんまりショット、いろんな角度からのショットは撮ってなくって、もうなんか同じ写真かーいみたいな感じの写真いっぱいあるかもしれないけど、そうぜひね、はい、なので明日までです、ぜひ皆さんアイカブよろしくお願いします。アイカブ選抜めっちゃ入りたいです、私よろしくお願いします。そうだからね、皆さんこう、私もなんか人に言う前にまず自分ですごく頑張ってるので、はい、一緒に皆さんで力を合わせて頑張りましょう。はい、あとはですね、エールの小切手が結構たまりがちだと思うんですけど、まあちょくちょく頑張りましょう。あれは別に24時過ぎても いくらでも投げることができるので、もうあとは、あと1分でアイドループまたできるので、はい、ぜひよろしくお願いします。1億円の小切手送ったよって、ありがとうございます。ぜひ明日は笑顔で迎えましょう。そう、あれね、小切手結構たまるとね、そうめんどくさいのよね。そうなんです、でもコツコツね、小さなことからコツコツと一緒に頑張りましょう。それでは最後までありがとうございました。明日も頑張りゆみりん、じゃあおやすみなさい、バイバーイ、おやすみー。